皆さんこんにちは、ふみやみのふみです。はい、今日は私の週末のお掃除ルーティンを見せたいと思います。私は一応月曜から金曜までお仕事をしているので、もう土日にバーって家の掃除1週間分終わらす感じなんですけど、ちょっとすごい散らかっているので覚悟してみてください。ちなみに掃除の日はこんな感じでラフな格好に着替えて、もう髪の毛も寝癖のまんまなんですけど、もうカチューシャでピタッと止めて、こんな感じでお掃除やっていきます。まだ履いてない靴やけど、こんなとこにあります。はい、一旦こちらおもちゃゾーン直し終わったので、今からこちらのキッチンに行きます。これもやばいよ、散らかってます。こんな感じですんごい散らかってます。もう1週間のね、いろんなものが置かれて、私はすぐキッチンに置いてしまう癖があります。今から直していきます。じゃあ今からキッチン片付けます。お昼はマクドナルドでした。コップがありすぎる。はい、とりあえず洗い物が終わったので、まだまだ片付けていきます。まだおもちゃが、これこの前消防署行ったらいただきました、子供に。ここのカヌレめちゃくちゃ美味しいです。おすすめ、マジで美味しい。これこの溢れかえった食器たち、どうしてコップはこんなに増えるのか。一旦何度か片付いたかなという感じです。ルンバがお掃除をしてくれてるので、私は休憩。私はイチゴタイムに入りたいと思います。大きいイチゴとこちら紅茶でーす。じゃん、じゃん。うん、おいしい。うん、うん。はい、じゃあ早速掃除していきたいと思います。まずダイニングテーブルの上がいつもごっちゃごちゃなので、一番に片付けます。私が平日使ってたパソコンとかの配線とかも出しっぱなしみたいな状態なんで、ちょっと片付けていきます。はい、そしたら次ダイニングテーブル拭いていきます。机の上にウェットティッシュを常に置いているので、それでもう一度きれいに拭いていきます。平日はご飯食べた部分しか拭かないので、急
休日ぐらいはこうやって物のけて、花瓶の下とかティッシュの下とかも綺麗に拭いていきます。この間イベントでたくさんお花もらったから、今お花が部屋にあってすごく明るいです。で、お花のお水も取り替えて、大理石のテーブルももうウェットティッシュで拭いてます。旦那さんが結構夜中にここでお茶飲んだりお菓子食べたりするから地味に汚れてて、この日は結構一生懸命拭いてました。はい、これ旦那さんのジェラピケ片付けて、今からソファーの上をコロコロしていきます。ソファーの上も食べかすとかホコリとか髪の毛とか結構溜まってるんですよ。でもこれ平日は毎日はできないんで、私は休日だけやります。で、ついでにダイニングテーブルの椅子もコロコロしました。ここからはちょっとテレビ周りとかホコリを下に落としていく作業最後はお掃除ロボットのルンバくんにお願いするのでルンバくんが吸いやすいように棚の上のホコリとかを落としてます。次はトイレ掃除なんですけど、私トイレ掃除も絶対毎日はできない、もう週末しかしないです。平日は基本的に仕事で家にもいないんで、そんなトイレ使わんかなと信じてる。でもほんま毎日してる人とかほんと尊敬します。偉すぎ。トイレの床も結構汚れてるから、このトイレシートで拭いちゃいます。で、最後にトイレスタンプ、ポンと。この日出なくなった、新しいの買わないと。そして洗濯なんですけど、私はドラム式洗濯機のザブーン使ってて、もう優秀すぎて、これを手に入れてから洗濯が楽々、もうボタン1個で洗濯から乾燥までしてくれるので本当に楽になりました。最後は洗面台の掃除です。タオルを新しいのに変えて、このなんか壁にひっつくスポンジみたいなやつ、100均で買ってるやつがあって、猫ちゃんの形の、それでさーっと洗います。洗面台も本当にほこりたまりやすいですよね。でも毎日はこれもできないので、まあ平日も気づいた時歯磨きながらとかしてる時もあるんですけど、休日に割としっかりめに磨いていきます。週末お掃除ルーティンという動画を見てもらいました。お見せできるものではなかったけど、ナミラ全然掃除のプロとかちゃうよそうそうそうでも少しでも誰かの参考になれたら嬉しいです。はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。